はい、どうも皆さんこんにちは、つなげびでございます。今回はですね、11月の動画の予定、まあこれはあれか、タイトル見ればわかるか。はい、というわけで11月のね、動画の予定をね、今から言っていこうと思います。まあはい、月に1回こういう動画を出すって言ったんでね、はい、ちゃんと守りますよ。はい、というわけでまずもう予定じゃないんですけども、登録者がね4800人今います。もうそろ5000人なんでね、ほんと皆さん今まで応援ありがとうございますってのをね、最初に言いたかった。あと2丸々、間違えた、これは中二病の言い方だ。あと200人、正確にはあと140人ぐらいでね、はい、5000人なんでね、マジでありがとうございます。はい、でまあこれはね、お礼というわけで、まあ俺だけなんですけども、5000人いったらまたなんかしたいと思います。で、月曜からじゃねえわ、11月の予定で、月曜、明日ですね、今日もこの動画を上げてる次の日、11月9日ですね、から、テスト勉強をですね、またちょっと始めないといけなくなっちゃいまして、ちょっと、まだテスト週間はほど遠いんですけど、2、3週間後なんですけども、テストが2、3週間後からなんですけども、まあ、次期末なんでね、ちょっと、やるとこも多いし、ちょっと模試の勉強もね、したいかな、みたいな。ことで、明日からちょっと勉強しないといけないので、まあはい、今まで通りっていうか、前のテスト終わってからちょっと投稿ペースがめっちゃ遅れちゃったんですけど、もう少し動画に使う時間をちゃんと取るように したいなって12月からは思ってます。で、11月は多分それっていうか、テスト勉強とちょっとね、今までぐらいのペースでやってたら終わっちゃうと思うんで、12月からは、はい、さっき言った通り投稿ペースもうちょっと早めにね、うん、12月はね、多分、通話とかあんましないと思うから、ちょっと動画ペース上がるかもしれない、うん、わかんないけど。で、はい、これが1点、長かったね。まあ普通に明日からちょっと数週間で、また動画投稿のあれが下がりますっていうことを言いたかった。でも土日はダウン出すと思います。はい。で、次。PVP 系なんですけども、ちょっとね、前回の MCSG から結構時間が経ってるんですけども、まあまだちょっと正直やるのが怖いというかね、もうどうしようかなぐらいになってます。なんでとりあえず11月中は、このモチベーションだとちょっとね、やれるっていうか負ける気しかしないんで、11月ちょっとお休みさせていただいて、12月頃にやりたいと思います。はい。で、ワイン・ザ・クイバーみたいなゲームをね、ちょっとコメントで紹介されたんですけども、それはまあ弓メインで戦う、まあ、PVP のゲームなんですけども、まあそれはまあね、それは自分とのね戦いだから、まあ相手なんてね、あれはまあやったことある人わかるけど、 NPC みたいな感じでシューティングゲームの部類だからね、あれは、まあ、PVP とは呼ばないということで、ワイン・ザ・クイバーっていうのはちょっとね、コメント欄でやってほしいっていうコメントがあったんで、まあ、やろうかなと、11月中に、はい、やろうかなと思ってます。コメントしてくれた方ありがとうございます。ちょっと最近夢の夢とかも悪くてね、それを鍛えるためにちょうどいいかなと思ったんで、はい、コメントしてくれた方ありがとうございました。で、これが2点目に入るのかな、ワイン・ザ・クイバーをやりますってこと。はい、で、あと最後、ですね、ツイキャスの方をね、11月中のテスト前ぐらいの、テスト前っていうかテスト週間前ぐらいにどっかでやろうかなと思ってるんで、まあね、結構適当なことやるんですけど、ツイキャスは YouTube のライブとは違って雑談とか、まあ、やると思うんですけど、まあ、Twitter とかね、やってる方はぜひツイキャス見に来てください。まあ、11月中多分 2回かな、できれば2回やりたいぐらいかな。まあ、雑談自分の雑談が聞きたい方はぜひ来てください。なるべくね、話まとめてグダグダにならないようにしながらやりたいと思うので、はい。で、まあね、やる日とかは特に決めてないんで、まあ、おとなしくサポーター登録をね、サポーター登録を、まあ、ポチッとお願いします。はい、というわけで、まあ、11月の予定はこんなもんかな。ほとんどがね、テストで多分、潰れちゃうと思うんでね、学生のね、やんですよね、テストっていうのは。まあ、前回ちょっと頑張ったんですけど、まあ、頑張ってない教科があんま良くなかったんで、ちょっと頑張ってない教科が結構やばい状態になってるんで、勉強をちょっとやらないといけなくなりました。すみません。というわけで11月はそんな感じになります。で、12月は頑張ります。はい、というわけでした。まあね、
12月はクリスマスも大晦日も、まあ、このは あれだな、次話そう、次のお知らせで話そう。はい、というわけで以上11月の予定でした。はい、まあね、はい、そういうことです。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ、また見てね。